世界でナンバー1とも言える通常動力型潜水艦を建造する非凡ですが、昨今輸出の話が出てきている。そこで、今回は国家機密の塊でもある海自潜水艦大芸の先行進度が発覚した話を詳しく見ていきましょう。設計上では1000メートルはいけるんですが、なんと攻撃もできる設計です。ただね、六門が開いたらどうなんだろうね。ちょっと気になる。大芸型で充電時間がさらに短くなっている、これは恐ろしいよね。日本の防衛省で運用している国産装備品の中でも、海上自衛隊における通常動力型潜水艦の建造技術は、自他ともに認める世界トップクラスである。海上自衛隊の潜水艦が国産で建造されるようになったのは、1960年に就役した通常動力型潜水艦、親潮を皮切りに、薄潮型、有潮型、春潮型、親潮型、そして、現時点で、海上自衛隊潜水艦隊の主力となっている双竜型が生まれてきている。この60年以上にわたって、大東亜戦争前に200隻を超える潜水艦を建造してきた技術を活かした上で、使われる鋼材や溶接技術などの進歩による先行進度の増大、蓄電池の性能向上、ソナーなど探知機能や情報処理システムの性能向上、静粛性の向上も著しい。その潜水艦建造技術の集大成ともされているのが、現在も新たな建造が進められている大芸型通常動力潜水艦となる。大芸型潜水艦の艦体は、基準排水量約3000トン、全長 84.0M、最大幅 9.1M、深さ 10.4M の規模で、これは通常動力型潜水艦としては大型の部類であり、前級の双竜型と比較しても、一回り大きくなっている。艦隊の大型化とともに、双竜型の10番艦まで搭載されていた、スターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムが廃止されたことによって、艦内の拡充化も進み、居住区内に仕切りなどを設けて女性用居住区を確保するとともに、シャワー室の通路にカーテンを設けるなどして、配置制限が解除された女性自衛官 WAVE の上官勤務に対応した偽装が行われている。また、外観上の特徴として、双竜型から採用された X 舵が踏襲されており、従来の潜水艦における後舵装置は、左右への回答を担当する垂直舵と上下の姿勢制御を担当する水平舵による十字型舵が数多く採用されていたが、X 舵では、4枚すべての舵を45度ずつ傾けた形で設置され、4枚の舵すべてが、回答と姿勢制御に関係している。そのおかげで、艦の機動性が高まるほか、1枚の舵が、何らかのダメージを受けて損傷したとしても、他の3枚でカバーすることが可能であるため、冗長性にも優れ、さらには機、底時、シム座時、接岸時における舵の損傷を防ぐことができるというメリットまで追加された。以前、アメリカ海軍の実験潜水艦、アルバコアで X 舵が装着されて、試験が行われたことがあるが、アメリカ海軍での採用は、操作性の問題があるとされて、実用化は見送られていた。一方で、ヨーロッパの海軍を中心に、採用例が多数あり、スウェーデン海軍では、1960年代末のシェーオルメン級から、すでに X 舵が採用されていた。また、船体構造においても、新機軸として浮き課題が採用されていて、これは、世界でも、多くの国の潜水艦で採用が進みつつある浮き甲板、フローティングデッキと似たようなもので、艦内雑音の発生を抑えるとともに、対衝撃性能の向上が期待できるらしい。この艦隊に搭載されている機関はディーゼルエレクトリック方式で、1番艦、大芸、2番艦、枠芸、3番艦、神芸までは、川崎重工業製の 12V2525SB ディーゼル機関2機が積まれており、潜航中は、高出力リチウムイオン蓄電池によって、一軸スクリュープロペラに推進力が与えられて、水中最大速力20ノットで潜航できる。双竜型においては、10番艦の双竜まで、潜航時の動力として、スターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムが搭載されていたが、AIP は、出力が低くて、
潜航時には4から5ノット程度しか発揮できないため、水中で高速力を得る際には、従来通りの鉛蓄電池によってモーターを回すか、もしくは浮上した上でのディーゼルエレクトリック方式を用いなければならない。防衛装備庁では、次世代の潜水艦用蓄電池として、リチウムイオン蓄電池の開発を1997年から取り組んでいて、この蓄電池を使うメリットとしては、従来の鉛蓄電池と比べて、水素ガス発生の危険がないことや、重量容積あたりエネルギー密度が2倍以上になる強力な電池であることと、繰り返されるミツル放電回数も 1.5 倍長持ちになるなどのほか、満充電になるまでの時間が短く、自然放電による電気容量の低下も抑えられ、効率放電を長時間持続できるなど、たくさんの優れた特性を持っている。中でも、満充電に関しては、鉛蓄電池の場合は、発電機の出力に余裕があったとしても、低い電流量でしか充電できず、さらに、満充電に近くなると少量ずつしか充電できないことから、作戦行動中の海域では長時間浮上して満充電することは、危険が伴うため不可能であった。それに対して、リチウムイオン蓄電池では、それらの制約がないことから、潜水艦に最適な蓄電池として期待されていたが、発火しやすいという欠点があるため、潜水艦への搭載は困難だとされていた。そこで、日本の企業と防衛装備庁が、リチウムイオン蓄電池の欠点を克服して、潜水艦への搭載を可能とした。そして、潜水艦用リチウムイオン蓄電池は、双竜型11番艦、オウリュウに搭載されることが決定し、その採用にあたっては、スターリング AIP システムを保留して、それまでの鉛蓄電池だけをリチウムイオン蓄電池に置き換える方法と、スターリング AIP システムと鉛蓄電池の両方ともリチウムイオン蓄電池で置き換える方法が比較検討された結果、後者の方がコストは高くなるものの出力が大きくなることが確認され、既存の潜水艦や AIP 搭載潜水艦よりも高速で長時間の連続潜航ができるようになった。また、タイゲイ型では、光ファイバー技術を用いた新型の高性能ソナーシステムが装備されたことで探知レベルがアップし、OIX-1 情報処理サブシステム ZQX-12 潜水艦戦術状況表示装置潜水艦情報管理システム機関ネットワークシステムの採用によって C4 アイスターにおける情報処理能力も向上している。それらの他に大きな変更点としてあったのが潜望鏡である。潜水艦といえば、映画などでよく見かけるのは、艦隊の頂部から出てくる潜望鏡があって、それを上げて、艦長などが覗き込んで海上を確認している光景だが、タイゲイ型では、その光景が見られないのだ。既存の潜水艦には、捜索用と襲撃用といった2本の光学式の貫通式潜望鏡が採用されていて、昼間用と夜間用として使い分けられているらしい。光学式潜望鏡とは、セイルから頂部の発令所まで貫通していて、それを除いて海上を確認できるのは一人だけであるため、その一人の能力によって状況判断を間違える危険性があった。しかし、双竜型で1本搭載されていた非貫通式潜望鏡が、タイゲイ型では2本搭載されることになり、潜望鏡の先端にあるカメラによって撮影された映像が、発令所の大きなモニターに表示されることで、複数人が、同時に、海上の状況や目標を確認できるようになったため、より、識別や判断の精度が高まったのである。また、従来までの光学式潜望鏡は、セイルから、発令所までを、1本の筒が貫き通していたため、その部分の水圧に対する強度が低いという欠点があったが、非貫通式潜望鏡では、カメラによって撮影した映像は、配線を通して発令所に伝わるため、潜望鏡自体が船体を貫き通していないことから、艦隊の強度を高めた。中国との有事が発生した際には、このタイゲイ型通常動力潜水艦が、中国海軍の大きな脅威となるだろう。
防衛省の木原氏とアメリカの駐日大使ラーム・エマニュエル氏が会談し、日本自衛隊がアメリカ製トマホーク巡航ミサイルの調達とその運用に関するトレーニングを開始するとの情報をキャッチしました。今回はトマホーク400発1年前倒しで、ついに訓練開始を詳しく見ていきますね。トマホーク巡航ミサイル運用はイージス艦に統合され、将来12隻となる実装する計画になっています。ギリギリ間に合ったよね。2024年2月14日、防衛省内で、現岸田政権で防衛省を務める木原氏と、アメリカの駐日大使を務めるラーム・エマニュエル氏が会談を行い、日本が調達を進めているアメリカ製のトマホーク巡航ミサイルについての対応が判明した。これは、木原防衛省との会談を終えたエマニュエル駐日大使が、マスコミの取材に答えたことで明かされた内容であり、この2024年3月末より、アメリカ軍側が、自衛隊に対するトマホーク巡航ミサイルのトレーニングを開始するというものだった。今回、エマニュエル駐日大使によれば、自衛隊がトマホーク巡航ミサイルを調達するにあたり、その運用に関するトレーニングを、まず、神奈川県の横須賀基地内において、座学の形式で開始すると説明がなされた。神奈川県の横須賀基地は、在日アメリカ軍が、海軍の第7艦隊の母港としている拠点であることから、実際にトマホーク巡航ミサイルを実装しているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦等が所属していることが選ばれた理由だと思われる。エマニュエル駐日大使によれば、今回は自衛隊の対象者30名をこの横須賀基地に集めて、2024年3月25日よりトマホーク巡航ミサイルを運用するためのトレーニングを開始するとされており、海上自衛隊の担当者が中心となるのだろう。アメリカ軍では、海軍がトマホーク巡航ミサイルを実装する艦艇として、前述したアーレイバーク級ミサイル駆逐艦やバージニア級攻撃型原子力潜水艦として配備しており、日本が導入する艦艇型での運用を、前者をモデルにトレーニングするとめされる。エマニュエル駐日大使は、1964年生まれの64歳の民主党員で、これまで、アメリカの下院議員、オバマ大統領時には首席補佐官を務め、その後シカゴ市長を経て、2021年から現職である駐日大使の任に従事している人物だ。直接、軍人としてアメリカ軍に関わった経験をエマニュエル駐日大使は有しているわけではないが、初めてトマホーク巡航ミサイルを運用する自衛隊に対し、入念な運用準備を進めておくことの重要さを説いたものと言えるだろう。日本では、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルは、この2024年2月時点で8隻を保有、運用中のイージス護衛艦を対象とするものと考えられており、これらは、すべて、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに建造された艦艇だ。海上自衛隊では、このイージス護衛艦の内訳は、現時点では、建造が古い順に混合型4隻、アガ、5型2隻、マヤ型2隻の合計8隻となっているが、2023年度防衛予算案からの大幅な増額を反映し、今後2隻を追加する計画となっている。それに加えて、導入が中止された陸上配備型のイージス・アショアの役割を代替する存在として、従来のイージス護衛艦と同様にイージス兵器システムを搭載するイージスシステム搭載艦2隻の新造も同時並行で進められていく。そのため、将来的に、海上自衛隊としては、イージス護衛艦10隻、イージスシステム搭載艦2隻の合計12隻のイージス戦闘システムを実装した艦艇を配備することとなるが、今調達を進めているトマホーク巡航ミサイルは、まず、既存の8隻のイージス護衛艦への統合が見込まれる。よって個人的な推測だが、今回、横須賀基地において、トマホーク巡航ミサイルの運用のための座学を受ける対象者30名とは、既存のこれらイージス艦8隻の兵装運用担当者から選抜された第一陣の方々ではないかと考えている。トマホーク巡航ミサイルは、政治的には、現在の岸田政権が掲げる反撃能力を体現する兵装であり、
これまでに自衛隊が装備している兵装とは比較にならないほどの長射程を有し、運用用途自体が異なってくることは想像に難くない。現在の日本政府は、こうした長距離打撃兵器をスタンドオフミサイルと呼称し、それまで敵基地攻撃能力と政治的には称されてきた同分野の兵器を自衛隊が保有、運用するための合理的な理由付けを体系化しようとしている。ここには、すでに多数の中距離ミサイルを配備し、日本をその射程距離に収めている中国と、新型の弾道弾や巡航ミサイルの開発とテストを加速させている北朝鮮への対処を急ぐことが、喫緊の日本の課題となっていることを感じさせる。従来の冷戦構造下での時代には、日本の自衛隊は、専守防衛という、錦の大畑の下、自衛用の兵器の装備に特化し、攻撃という点は、同盟国であるアメリカ軍に丸投げする手法が、政治的にも経済的にも理にかなっていた点は確かにあった。しかし、昨今、軍事技術の飛躍的な進歩の前に、長距離打撃兵器の射程距離は、まさに桁違いに延伸されてきており、自衛目的の兵装とは、いえ、土敵の戦力と対峙し、抑止力を発揮させるためには、同様に長射程化を避けて通れない。今も続くロシア・ウクライナ戦争においては、昨年より苦戦を強いられ、じわじわとロシア側に支配地域を広げられているウクライナ側だが、やはり、そこには、航空優勢が取れない上、長距離打撃兵器もないという残酷な現実が横たわっている。四方を海に囲まれた海洋国家の日本と、ロシアと地続きであるウクライナの防衛を同列に論じることには無理があることは確かだが、ウクライナ側に、有効な長距離打撃兵器が的確に供与されていれば、戦況は、また違ったものとなったと思われる。さて、日本のトマホーク巡航ミサイルの調達という事態に話を戻せば、当初の想定であった同ミサイルの最新バージョンであるブロック部の調達から少し変更が生じ、一つ前のブロック4と最新のブロック5を各200発ずつ入手する方向に変わっている。もともと日本政府としてはトマホーク巡航ミサイルの最新バージョンであるブロック5を2026年度から400発調達することを希望していたが、これを1年間前倒しして2025年度から行うため、半数をブロック4とする折衷案に変更されたという。こうした点を捉えて、そもそも今の日本政府がトマホーク巡航ミサイルを調達する方針に異議を唱えている勢力からは、日本政府がアメリカ政府に懐柔されて、片落ちの兵器を言い値で押し付けられたかのような指摘の声も上がっている。しかし、たとえ最新バージョンのブロック5ではない4であっても、射程距離は、ほぼ同等のおよそ 1600km であり、ここまでの長距離打撃兵器を現時点で保有していない自衛隊にとっては、大きな戦力向上に寄与することは間違いないだろう。今回のトマホーク巡航ミサイルの調達に関する総費用だが、2023年11月にアメリカ議会に告知された内容によれば、本体のブロック4と5の各200発とこれらを運用するためのイージス護衛艦への管制システム等の付帯費用込みで、約 23.5 億ドル、日本円換算で約3520億円とされている。もともと、2023年度版の資料内で防衛省が記していたトマホーク巡航ミサイルかかる費用は、ミサイル本体の取得で2113億円、イージス護衛艦への管制システム等の付帯費用で1104億円、合計では約3217億円であり、想定より増加した点は否めない。ここで興味深いのは、イージス護衛艦への管制システム等の付帯費用についてで、今回の内容では、この武器管制システムは、14機となることが決まっており、前述したように、現在、海上自衛隊が保有、運用中のイージス護衛艦への数8隻分を上回っている点だ。これも、先に述べた通り、イージス護衛艦が2隻、イージスシステム搭載艦が2隻追加建造されることは確定しているが、これらを加えても、海上自衛隊のイージス護衛艦等の合計数は12隻であり、武器管制システムは2機多い計算になる。この点は単なる予備と考えるのか、イージス護衛艦等ではなくとも、
MK41VLS を装備する水上戦闘艦への搭載も視野に入れているのか定かではないが、その部分も含め、今後の確定情報のリリースに注目していく必要があるだろう。2022年2月に始まったロシア・ウクライナ戦争も、今年で3年目に突入する気配が濃厚で、また、北朝鮮は、その一方の当事者であるロシアへの弾薬等の援助と引き換えに、食料や燃料、軍事技術の移転を受けると言われている。そうした状況を反映してか、昨今の北朝鮮は、何かと韓国を敵対視する方向へと回帰する姿勢を見せ、また、中国は、相変わらず、2024年年初の台湾総統選挙で、民進党の頼之清則氏が勝利を収めたことで、軍事的な恫喝を強化することが想定されている。こうしたアジアの情勢を俯瞰して見てみると、日本を取り巻くこれらロシア、北朝鮮、中国らの国々が、従来以上に、軍事力を背景とした強硬姿勢を加速させることは必然と見られ、日本の安全保障には、新たな対応が求められる。現在の日本の岸田政権は、安全保障の強化の財源として、増税の姿勢を示していることもあり、政治的には、不人気で、支持率も、下降の一途をたどっているが、財源を置いておくとすれば、防衛予算の拡充には取り組みを強化している。自民党と公明党の連立路線を続ける現岸田政権は、まず、2022年末には、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の、いわゆる安保関連の3文書を、名称を含めて改定して閣議決定、防衛力の増強へと舵を切った。2023年度から2027年度の直近5年間における日本の防衛予算案は、合計で総額43兆円となることが打ち出されており、海上保安庁の予算まで包括するとはいえ、対 GDP 比で、その額は、2% という規模への到達が予定されている。そうした自国を取り巻く安全保障環境の悪化を見越して、防衛予算案の増額に踏み出した日本だが、その使途内容で大きな比重を置かれているのは、スタンドオフミサイルと称する長距離打撃兵器の拡充である。日本政府が言うスタンドオフミサイルとは、敵の防空兵器の射程圏外から攻撃を観光可能な長距離打撃兵器のことを総称したもので、かつては、政治的には敵基地攻撃能力と呼ばれ、自衛隊が保有することを忌避された兵器でもある。しかし、昨今の各種のミサイル兵器の長射程化の現実を受け、日本政府では、この敵基地攻撃能力を、反撃能力と政治的なレトリックで言い換えることで、その保有の後ろ盾とした、とも言うことができるだろう。こうした政治的な流れに基づき、日本の自衛隊におけるスタンドオフミサイルの具体例としては、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型、島嶼防衛用の高速滑空弾等が挙げられている。トマホーク巡航ミサイルは、今更説明は不要と思われるほど、世界的に見ても、著名で、実績は豊富な巡航ミサイルであり、アメリカ海軍の水上戦闘艦及び一部の攻撃型原子力潜水艦の主要兵装として進化を続けている兵装である。日本政府は当初アメリカからこのトマホーク巡航ミサイルの最新のバージョンであるブロック5の調達を目指していたとされるが、早期の導入を促進するため、一つ前の形式であるブロック4と半数ずつ各200発ほどを導入する方向だと報じられている。そして、このトマホーク巡航ミサイルは、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の完全配備までの空白を埋める役割を担うものと期待されており、陸上自衛隊が配備中のオリジナルの人に、意識地対艦誘導弾は、射程距離を飛躍的に延伸させる。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、オリジナルが、最大でも射程距離 200km 弱であることに比して、第一段階でおよそ 900km、最終段階では、およそ 1500km までの延伸を目標に掲げている。さらに、現行のオリジナルの人に、意識地対艦誘導弾が、陸上の送輪式の車両から運用される自発型のみであることに対し、
艦艇に搭載する艦発型や、航空機に搭載する空発型と発射可能なキャリアを多層化し、陸海空の3自衛隊のすべてで運用を目指している。トマホーク巡航ミサイルにせよ、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、ミサイル本体の飛翔速度は音速であり、昨今、複数の国で実用化が進む極超音速兵器に比して、その効果を、微分化し、むっこいも一部では聞かれる。しかし、低空を、地形を追従して飛翔する巡航ミサイルは、ある程度の数を同時に使用することで、敵の防空網を突破できる可能性は高く、現在のロシア・ウクライナ戦争の現実を見ても、こうした兵装の迎撃が困難であることは明白となっている。日本では、当初は、こうしたトマホーク巡航ミサイルや人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の配備を、2026年からの開始を想定していたが、昨今の、主として、中国側の軍事力の強化に鑑み、1年間の前倒しを行う方向を示している。では、トマホーク巡航ミサイルにせよ、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、いかなる発射母体が想定されているのかといえば、まずは、すでに、海上自衛隊の多くの水上戦闘艦に装備されている VLS、垂直発射艦が対象になるだろう。海上自衛隊の保有する水上戦闘艦としては、現在8隻を有するイージス護衛艦が、その筆頭に数えられると思われるが、アメリカ製の MK41VLS 垂直発射艦を、これらの艦艇は90から96セルほどすでに装備しており、比較的軽微な改修で運用が可能となる。だが、こうしたイージス護衛艦のような水上戦闘艦に止まらず、日本では、潜水艦で、これらのスタンドオフミサイルの搭載を検討しており、その兵装としての運用方法の多層化を図るものと考えられている。現在の日本の海上自衛隊の潜水艦隊は22隻体制が敷かれているが、ご存知のように、いずれも、実戦配備中の親潮型8隻、双流型12隻、太平型2隻は通常動力型の攻撃型潜水艦であり、その主兵装は、男子部の6門の 533mm 魚雷発射艦となっている。トマホーク巡航ミサイルは、かつては、533mm 魚雷発射艦から、運用可能なバージョンも存在し、イギリス海軍のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦はこれを搭載しているが、すでに生産を終えており、調達は現時点ではできない。そのため、日本では、初めて、VLS 垂直発射艦を装備する潜水艦を実証実験艦として建造する計画を進めている最中ではあるが、これが、いかなるスペックを持つ潜水艦となるのかを含め、詳細は、未だはっきりとはしていない。海上自衛隊の最新鋭の潜水艦である、太平型の場合、基準排水量は3000トン、満載排水量は4200トン以上であると召されてはいるが、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界的に見ても最大規模とはいえ、VLS 垂直発射艦の搭載には小さすぎる艦は否めない。ただし、現時点で日本が行おうとしているのが、あくまで、初の潜水艦搭載用の VLS 垂直発射艦装置の開発であり、そのコールドローンチを含めた機能面の実証ということであれば、今の大きさで確かめる可能性もあるだろう。世界的に見ると、通常動力型の攻撃型潜水艦で、VLS 垂直発射艦を装備している実用艦は、韓国の島山安正弘9尉しか見当たらず、こちらは、初期型のバッチ1と呼ばれるもので、水中排水量で、3800トンの艦隊に、6セルの VLS 垂直発射艦を搭載している。韓国の島山安正弘9は、以後のバッチ2以降では、さらに艦隊を大型化させ、VLS 垂直発射艦の搭載数を10セルまで拡張する予定であると報じられており、そこに搭載する兵装も国産の玄武 -2B 弾道弾であると言われている。玄武 -2B 弾道弾の射程距離は最大で 500km ほどと予想されており、SLBM とはいえ、トマホーク巡航ミサイルや人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型よりも短射程ではあるが、韓国の最大の仮想敵国が隣接する北朝鮮であることを思えば十分な性能なのだろう。
改修工事を行った護衛艦ヒューガ、型と出雲、型は空母となりました。この二艦の誕生によって、日本の空母は4隻体制になるようです。4隻の空母を保有する意味と、2タイプの空母の存在の意味について、合わせて戦闘機搭載に関しても議論されている状況について見ていきたいと思います。まずは、空母が4隻になる意味について考察します。単魚雷発射艦及びアスロック対戦ミサイル搭載16セルのヒューガと伊勢は、別の意味でヤバいですね。2015年平成27年10月、3年に一度の海上自衛隊の観艦式が行われました。これは、海自最大のイベントで、当時、最大の目玉となったのが、最新鋭護衛艦出雲の初登場だったのです。出雲は、同年3月に就役した全通飛行甲板の航空母艦です。海自の航空母艦としては、ヒューガ、型のヒューガ、伊勢に続く3艦目ということになります。それだけではありません。出雲はヒューガ、型と比較すると、一回りも大きく、自衛隊では、最大の艦艇になったのです。同年8月には出雲、型2番艦加賀も、進水、偽装作業が完了して、11月に試験航海が行われました。加賀が就役したことで、海上自衛隊はヒューガ、型と出雲、型それぞれ2隻ずつ、計4隻の航空母艦を保有することになったのです。艦艇は、ドッグ入りして整備する期間、乗員の訓練期間、実戦投入が可能な期間が必要ですし、それぞれの期間が3分の1ずつを占めるため、4隻体制になったことで、常時1から2隻の航空母艦が即応可能という体制が取れるようになりました。しかし、身のところヒューガ、型と出雲、型に求められる役割や能力は少しですが、異なっているのです。詳しい人の中には、この二艦は護衛艦で、航空母艦ではないと思っている人も多いでしょう。しかし、それは誤解です。海自における護衛艦とは、水上を航行する戦闘能力を持った艦艇に与えられる艦種で、一般的には、軍艦もしくは戦闘艦に該当する用語になっています。具体的に、金剛型や愛宕型は、護衛艦でありながら、一般的にイージス艦と呼ばれているのと同様、ヒューガ、型や出雲、型も、実際は航空母艦と呼ばれているのです。護衛艦ではありません。航空母艦ヒューガ、型のヒューガと伊勢は、出雲が就役するまでは、海自最大の艦艇でした。主な艦載機は、SH-60J、K シーホーク哨戒ヘリコプターで、同時に、3機を発着艦させる能力を持っていますし、飛行甲板とエレベーターで結ばれた格納庫内には、最大10機も収容可能ということです。ヒューガ、型の主な任務は、敵潜水艦の接近を阻止する追潜作戦です。そのため兵装は多くなります。一例ですが、単魚雷発射艦及びアスロック対戦ミサイルなどを搭載する16セルの垂直発射装置 VLS を持っていますから、航空母艦としてはかなり重兵装ということがお分かりでしょう。一方、出雲、型の出雲と香川ヒューガ、型より一回りも大きく、SH-60J、K は5機同時に発着艦可能ですし、格納庫内には15機も収容可能と言われます。しかし、ヒューガ型のような単魚雷発射艦や VLS は搭載していません。最低限の自衛用兵装しか搭載されていないのです。攻撃されても反撃できないということです。つまり、敵潜水艦への攻撃は、哨戒ヘリや両艦にお任せということになるようですね。とはいえ、出雲、型は対戦能力重視型のヒューガ、型に比べると、広範な任務に対応できる本格的航空母艦としての機能が重視されているそうです。身軽なので、汎用性に富んでいる艦艇ということになりましょうか。例えば、この2艦には、手術室と集中治療室がありますが、病床の数が違います。ヒューガ、型は8床、出雲、型は35床です。そのため、島嶼防衛での上陸作戦時のヘリコプター拠点として、出雲、型が優先されると思われます。
そして、出雲型の方が飛行甲板も広いので、大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開するにも有利なのです。あくまでも、どちらが、その能力が高いかという話で、日向型が上陸作戦拠点となることも考えられるので、出雲型が対潜作戦の中核としての役割を担うことも可能なのです。日向型と出雲型の両艦は、どちらも SH-60J-K 以外にも、大型の輸送、掃海ヘリコプターが艦載できますし、必要に応じて、陸自のブラックホーク、ヒューイ、チヌーク、そして、知名度の高いオスプレイの運用まで行えるのです。一方、パッと見空母のような大隅型ですが、れっきとした輸送艦で、上陸作戦に特化している艦です。ヘリコプターの発着艦も可能ですが、格納庫がなく、固定の艦載機もありません。つまり、一般的に航空母艦と呼べるような能力は持ち合わせていないのです。中国を筆頭に、日本を取り巻く九州離島環境の安全保障について、最大の課題が浮上していることはご存知ですね。これを解決すべく、非門番海兵隊水陸機動団が発足しましたが、海上輸送力の確保が懸念されていたのです。有事の際には、空からの輸送が考えられますが、大量の人員や装備を運ぶとしたら、海上輸送に頼らざるを得ません。その場合、必ず投入されると見られるのが輸送艦大隅型というわけです。大隅型登場以前の海自は、2000トン級の低速輸送艦しか保有していなかったので、輸送力と高速航行力を併せ持っている大型輸送艦を切望していたのです。政府も、1990年代のカンボジアなどへの PKO 派遣に鑑みて、大型輸送艦の必要性を痛感していたので、大隅型3隻の建造を許可したというわけです。従来の海自輸送艦は、海岸に乗り上げるホバークラフト型でしたが、大隅型は沖合に展開し、L 脚舟艇や輸送ヘリによる揚陸方法を採用することになったのです。L 脚舟艇とは、アメリカ海軍でもよく目にしますが、最高時速 92km で、戦車1両または大型車両3から4台を一度に海岸まで運ぶことが可能です。大隅型は、陸上自衛隊1個中隊に値する約330名の歩兵を乗せて、長期航行に備えた居住スペースも確保されているそうです。一方、装備面で花菜3式大型トラックなら、最大65両、重さ50トンの旧丸式戦車でも18両が搭載可能ですから、計算上は、大隅型が3隻で1個連隊規模の輸送ができるということになります。また、海事艦艇としては初の全通式甲板ですから、CH-47 輸送ヘリのように、大型のヘリでも離発着が可能ですし、改修工事を行ったので、オスプレイにも対応できるようになったそうです。ただし、前述のように、航空機用の格納庫と整備機能はありませんから、アメリカの強襲揚陸艦などに比べれば、航空運用能力は極めて限定的だそうです。しかし、この艦の収益時は、空母や強襲揚陸艦ではないかと指摘されたとか、格納庫もなく、車両用エレベーターしかない大隅型は空母に離れないし、回収して無理くりスキージャンプ台を設置しても、22ノットという速力と全長 178m では固定翼機を運用するのは、どう考えても不可能と考えられます。実は、格納庫がないというのは、非常に重要なポイントになります。これをもって、大隅型は、強襲揚陸艦でも空母でもなくドック型輸送揚陸艦という艦艇に分類されているという理由になるのです。空母や強襲揚陸艦という表現は、どうしても国家の威信や財力の象徴として考える人も多いようですね。注ぎ込む予算が違いますし、完成したら仰々しく公開したり、進水式を行うようですから、国を背負っているという空気感は強烈です。そうした風潮はすでに強くなっているようです。日向型、出雲型に艦載する予定の F-35B ライトニングに垂直離着陸戦闘機の議論をしているらしいですよ。購入数を増やすつもりなのか、ライセンス生産して、日本がコア部分までタッチできるようにしたいのか、全く不明ですが、
巨額予算の使い道は、しっかりと開示してほしいものですね。